テンコロのラジオっぽい TV。 皆さんこんばんは、テンコロです。はい、今日はですね、新年初めて基盤インターナショナルさん、パンダスタジオさんでですね、収録をしてきました。何の収録かっていうと、まあ、e ラーニングをですね、作成してから1年半とか2年、もうすぐ2年経つんですよ、春になると。で、一通り収録はしてあるんですけれども、何しろそれぐらい時間が経ってるものですから、当初の収録したものっていうのがですね、結構こう、片言と言いますか、まあ、ちょっと見づらいかなみたいな、ね、ところもあったりとか、聞きづらいかなみたいなところもあったりするかなと反省しておりますので、少しずつ直していこうかなというふうに、今年はね、そう、修正の年ということで、その作業に入っています。まあ、ただ修正するっていうんじゃなくて、ちょっとこう内容を追加したりとか、そういうのもしていこうかなと今後ね思ってるんですけどね。結構ね、項目がいっぱいあるので、どれぐらいまでやれるかなっていうところではあるんですけど、まあいいや、そんなことを今のところやっています。さて、気象予報士試験がね、いよいよ近いですから、これ毎日言ってますけど毎日言ってますけど、近いので、私のガタガタ言ってるたわごとにね、付き合ってる暇ないと思いますので、短めにねやっていこうと思います。で、何やろうかなって悩んじゃって、今日はもう頭が回転しなくてですね、天気図見てみようということで、天気図をね、先ほどプリントアウトしてみたんですけど、天気図プリントアウトしたら今度インクが切れるっていうね、ついてないわ。はい、見ていきます。今夜、明日の朝です。で、南岸低気圧とかっていう話なんですけれども、実際ね、この予想図、ファックス図で見ると、結局どれが南岸低気圧やねんみたいな状況になってるんですよ。南岸ぐずぐず低圧部ですよ、みんなね。何、どれなの一体っていうね。お、L スタンプ、 L のスタンプが押されてるのはですね、 1,2,3 個あるんですよ。南の海上と、あ、そのためにこれ出してるんだった。こっちで見ますか。これ明日の朝、10時、降水域がですね、一番関東にかかってる時間帯をこうピックアップしてあります。で、低圧部がですね、ちょっと隠れてますけど、この一番南側、低気圧か、にあるのと、あとこの辺に低気圧性の循環が一個ありますよね。あと日本海の沿岸部にこの辺にもあるんです。なんですけど、まあ、循環まではいかないけど、この辺にもなんか視野があったりしてね、結局さ、どれで降水があんのこれみたいなね。で、ここもだから何かしらある可能性があるし、ここにも低圧部、これが南岸低気圧、これ南岸、これも南岸、これもみたいなね。要するに南岸低気圧っていうか南岸低圧部ですよ。うん。やっぱり一番近いというか、この辺のぐずぐず収束してるところがあるんで、まあ、ありそうな感じですかね。収束、この辺に収束線みたいなのがあって、この降水域北に盛り上がっちゃってるのは、まあ、おそらく700とかね、もう、まあ、上空が少しこう南西風だったりするんで、こう北側にね盛り上がっちゃってるように見えますけれどもね。はあ、いや、あ、相当多いも一応見てみますか。で、相当多いの図をね、だからプリントアウトしようと思ったら、黒のインクがありませんって。黒のインクがないって致命傷ですよね。もう一箱絶対あると思ったのにさ、予備が、それがね、空だったっていう恥ずかしい話ですわ。850ヘクトパスカルの相当位で見ると、まあ、しっかり循環としてあるのは、この南海上を、北緯30度ぐらい、あと日本海沿岸っていうふうにどうもあるっぽいです。で、まあ、相当位線が集中してる
前線帯が低圧帯だねみたいなところはこの南海上もあって、この30度、北緯30度あたりのここにもまああります。で、こことさらにもう一つこの辺にもね、なんかちょっとやっぱ視野みたいなのが不連続なところがあったりするもんですから、まあ結局一番北のなんか不連続線の雲が上空の風にほわーっと流されて、雪のエリアがこう大きく広がってきた、当初より昨日よりもって感じですかね。まあイニシャル代わりでね、少し関東南岸にしっかりかかるようにはなりましたけど、今見ていただいたようにですね、どの雲やねんみたいな状況になってまして、結局関東だとですね、東の方ですね、千葉とかにやっぱ主に降水域がかかるっていう、そういう状況はあんまり変わってないですね。だから横浜、東京、神奈川県、東京あたりとかはあんまりかかってない、降水域ですよ、かかってない状態です。千葉は雪の情報出てましたよ、気象庁、雪に関するっていうね。北西部とか北東部3センチとかだったかな、館山5センチとかだったかな。まあ昼間だから、昼間っていうか降り出しが朝から昼間にかけて、日中ですから、その夜よりはね積もりにくいとは思うんですけれどもね。私千葉のこと実はあまりよくわからないんですけれども、まあそんな感じです。去年のねちょうど今頃はというか成人式の日は大雪でしたけれども今年はそんな風に大雪っていうことにはならなそうと、よかったです。はい、ということで、今週ですね、18日の土曜日、実技模試を使って6時間徹底攻略講座やります。で、今6人が定員で5人まで埋まってるので、まあ、それでも結構ギリギリっていうかギュギュではあるんですけれども、まあ6人まで募集なんでね、私はあと1人まで来ていただけると嬉しいなって思っています。興味のある方はぜひね、いらしていただければと思います。はい、それではまた明日。